ポリゴンマジック。でも機械の体だったら寒さなんて感じないんでしょ。それに長生きだって。ええ、部品さえ交換を続けていれば千年だって生きられるのよ。お父さんさえ生きていたら鉄郎にも機械の体を買ってあげられたのに。ああ母さん、あれ、山の向こうのメガロポリスに宇宙特急の最終便が着いたのね。お母さん、お母さん、しっかり。おお、これは素晴らしい。いつもながら見事な腕前ですね。今時 100% 生身の人間なんて珍しいですね。美しい人間だ。応接間の壁に飾ろう。チキショウ、待ってて、お母さん必ず仇を取ってあげるからね。ここは、お、あんなに大きくて青かったんだね。よく見ておくのね。あなたの本当の目で見る地球はこれで最後かもしれないんだから。カマウンカ、今度帰ってくるときは機械の体を手に入れて母さんの仇を討つときだ。俺の船、やっとの思い出作り上げたのに、ここまでなのか。進路変更要請、進路変更要請。こちらは銀河鉄道39、直ちに進路変更せよ。うるせえ、激怒してるよ、そっちがどけ。応答せよ。進路を変更しない場合は障害物として破壊する。
応答してんだろ、避けられてんだよ。おい、無線まで壊れやがった。なんとかしないと。頼む、もう一度だけ言うこと聞いてくれ。しょあんた不愛想ね。もっと柔らかくなってよ。そんなんで私のベッドを名乗るつもり？そうそう、やればできるじゃない。あんたもともとできる子なんだから。私が持っていても仕方がない。あんたにあげる。おばさん、いいんだよ。あんたがいる間、息子が戻ったみたいで楽しかったよ。いろいろありがとう。いいから早くお行き。うん。さらった子供はどこだ。待ってくれ、僕は。黙れ。こいつのようになりたくなかったらアジトに案内してもらおうか。ちょっと待ってよ、僕はこいつらの仲間じゃない。何？メテルさん、メテルさん、こっちこっち、早く急いで。捕まって、はい、それ。いらっしゃいませ。あ、私はクレア。この体はクリスタルガラスでできているんです。鉄郎さん、大丈夫ですか？メテル、メテル、鉄郎さん、危ない。クレア。ふん、機械化人のくせに。クレア、しっかりしろ。鉄郎さんの手、温かい。鉄郎さん、私、鉄郎さんには温かい人間のままでいてほしい。クレア。君の心のぬくもりは忘れないよ。鉄郎さんの手、とても暖かかった。もう一度あなたの体に戻って。うわっ、ここはお墓。そう、ここは機械の体を求めた人間たちの墓。うわ、ついてらっしゃい。宇宙戦艦かな。でかいな、まるで壁だよ。漂流していたにしてはかなり新しく見えんだけどな。そうね。それにこの方は確かマホロバ。マホロバ？え、でもどうしてこんなところに。おい鉄郎、お前体がどんどん薄くなっていくぞ。え、何を突然変なことを。うわー、トシロさんの方こそ。そっか、お互いがお互いの世界へ戻っていくんだな。ありがとうな、鉄郎。ちょっと待ってよ、まだ話したいことがたくさんあるのに。うひょー、いただきます。鉄郎。あーす。男には引いたらいけんこともあるばってん。あるばってん。鉄郎よ。何？いや、切なかね。そうだね。
の雲は汽車によう似とるばい。鉄郎はあの雲に乗ってったんかの。トレーダー分岐点か。いろんな人たちがいるんだろうな。そうね、ここはいろんな夢や希望を持った人たちの旅立ちの星。きっとたくさんの人との出会いがあるわ。危ない！待ってろ！鉄郎、あなたもお風呂にお入りなさいな。僕はいいよ。お風呂が嫌いだってことはメーテルもよく知ってんだろ。鉄郎、一緒に入ってあげるからいらっしゃい。いいよ、わかったわかったよ、後で入るから。さあ、鉄郎の気が変わらないうちに。あの旗印はクイーンエメラルダス号。じゃ、この中に。うん、その銃は、あなた、その銃をどこで。私も落ちぶれたものだ、こんな薄汚いガキに。さあ撃て。機械の体を手に入れるんだろう。その時私の悲しみも喜びも理解できるようになる。機械伯爵は不滅だ。お前が私の意志を継ぐのだからな。なんだと。そうだろう。お前が大切だという命は限りがあるから大切なのか。我々から見れば限りなく生まれくる人間どもの命など取るに足らん。自分が機械化人になれば、今度はお前も反発する生身の人間どもにその銃を向ける。甘いな、あの男と同じだ。こんなことをしてもお母さんは戻ってこない。でも人殺しを楽しんでるような奴を放っておくことなんかできない。僕、お前みたいにはならない。何の用だ。お前の狙いは何だ。星野哲郎だな。恨みはないが、死んでくれ。何。哲郎、頼みがある。はい、何でしょう。そこのレバーを引いてくれ。俺にはやりたいことがまだ山ほど。お前が。はい、今しがたでした。ありがとう。いえ。鉄郎、どうして。また会おう。あ、はい。Thank you.
薬内には僕がいない。鉄郎、機械家人に心がないなんて嘘よ。機械の心でも苦しみも悲しみもあるわ。そんなの君を見てるとわかるよ。やっと誤解が解けると思ったのに。これでよかったのよ。なんとか人として死ねる。あ、姫！バカ野郎！なんでレドリルについていかなかったんだよ！バカ野郎！レドリル！お前何やってんだよ！レドリル！姫！そうか、大丈夫さ。奴の息子だろ。きっとしぶとい性格してるぜ。大山さん、大山さんたら。朝っぱらから騒がすかね。今日から2階の部屋に入ることになった宝田さんだよ。失礼のないを頼むよ。宝田みどりです。大山さん、どうかよろしくお願いします。メガネまで割れてしまった。いや、これはそうだ、お礼にこれを。え、似合う。え、あ、なんかだった。シェイド教、なぜ。プロメシウム様は不滅です。それに機械帝国も滅びてはおりません。私は行きません。そうでしょうな。何を。ここまで作り上げた帝国を放り出して済むと思っているのですか。指導者がいないままおとなしく消滅するとでも。わかりました。よろしい、次の駅で降車願いましょう。やけに優しいのですね。私とてメリットもないままファウストを敵に回したくはありませんからな。鉄郎、辺境の星でこれを見つけたわ。それはメーテルの。聞かずとも分かっていたことか。これはお前とドジローの旗だ。お前にもこれが必要だろう。鉄郎、お前はお前の旗のもとに生きろ。
信じる者のために戦え。そしてあれがあなたとメーテルの船でしょう。スリーナイン。行くぞ。はい。波動エネルギー充填 120%。 撃て。波動砲の準備は。エネルギー充填 80%。 構わん、撃て。プロメシウム様。両親からもらったこの体で一生懸命に生きろ。